アーサー・オブ・コノート・アンド・ストラサーンは、イギリスの王族、軍人、南アフリカ連邦総督を務めた、ビクトリア女王の孫息子にあたる。ビクトリア女王の三男である、コノート・ストラサーン公爵アーサーとその妻である、プロイセン王女ルイーズ、マーガレットの間の長男として、ウィンザー城に生まれた。アーサーは、イギリス王子として初めて、イートン・カレッジに学び、 サンドハースと王立陸軍士官学校を経てイギリス第7氷基兵連隊に所属した。第二次防和戦争に同連隊と共に従軍し、クルーガースドープに数ヶ月駐屯した。1907年、アーサーは第2竜基兵連隊所属の隊員に昇進し、1920年には同連隊の名誉連隊長に就任した。第一次世界大戦中、 フランスやベルギーに上陸したイギリス海外派遣軍の将軍たち、ジョン・フレンチやダグラス・ヘイグの副官を務めた。1919年には中佐、1922年には大佐と順調に昇進し、1922年10月には名誉的な陸軍少将の役職を得て、重慶の国王ジョージ五世の副官となった。第一次大戦当時、 ジョージ5世の息子たちはいずれも公務をこなすには幼すぎたため、アーサーがイギリス王室代表として国内外での様々な式典に出席した。1913年10月15日、アーサーはセントジェームズ宮殿のチャペルロイヤルにおいて呪名にあたる第2代ファイフ公爵のアレグザンドラ王女と結婚した。アレグザンドラはアーサーの重視にあたるルイーズ王女の長女で、 イギリス王女の身分を持ち、父アレグザンダー・ダフから、ファイフ公社区位も就職していた。夫妻の間には1914年に一男アラステアが生まれた。1918年、日本の戦艦、霧島に外国の品格として招待され、同艦に乗って日本からカナダに渡航している。1920年にバクストン教の公認として、 南アフリカ連邦総督となり、1923年にはアスローン伯爵が同職を引き継いだ。イギリスに帰国した後、多くの慈善団体に関わった。1938年、父に先立って遺願で死去したため、借位を受け継ぐことはなかった。アーザーの一人息子で、マクダフ伯爵の儀礼称号で呼ばれていたアラステアが、1942年に祖父から、 この男尺を執着した。ありがとうございます。